はい、鍋です。今回はね、ひろや選手が超ライジン2に緊急参戦しました。まあ、緊急でもねい,いか、試合決定しました。いや、これについてね、ちょっと思うこと話していこうかなと思うんですけど、まあ、率直に言うと、ひろやいらないが、まあ、来ちゃうかな、どうしても。まあ、別に決まったからね、もう、そんなに、まあ、ツイッターでとか、まあ、その、ごちゃごちゃ広谷に、 文句言うことは、この動画以降はないんですけど、まあ、ここで言っちゃおうかなっていうところですね。ま,あ、まず、超ライジンって、やっぱライジンの中でも特別な試合を設ける場じゃないですか。ま、でもライジン1はちょっと、まあ、メイウェザー選手との兼ね合いとかで、MMA 選手の上位陣を出すってことは結構難しかったと思うんですけど、今回はベラトールと組んでね、本当に海外の強豪対日本人もできるし、 ベラトールのもうライト級グランプリの1回戦も見れるしっていう中でヒロや伊藤有樹はちょっといらないんじゃないっていうのはありますよねだってその上にあれですよ堀口教授と新玄誠のベラトールのフライ級タイトルマッチも控えてるわけですからこの試合の価値って何なんだろうっていうテーマって何なんだろうっていう 少なからずある程度のテーマと価値ってライジンの中であるわけじゃないですか、一試合ずつね。だから今回は、まあ、浅倉サイドからしたら、西谷大成選手を敵討ちで、平谷選手が今回出てるっていう感じだと思うんですよ。あと、平谷選手に頑張ってほしいっていう、なんて言うんだろうな、浅はか、まあ、第三者から見たら浅はかな考えで出ちゃってるのかなってすごい思う。 ですよねで。対戦相手が誰になるのかなって、もうちょっと後になると思ったんですけど、まあ今回伊藤祐樹選手、本当にありがたいことに、本当にありがたい、本当にありがたいことに受けていただいて試合が決定したっていうことでね。まあ、対戦相手もちょっとなって思うところあるんですよね。ま w、あ、ツイッター見たらアーセン選手でいいんじゃないかとか、まぁきつい選手当てるって言ってるんで、復帰戦の伊藤選手よりかは、 もう同じぐらいの世代で負けれないっていう選手、例えば宇田優斗選手とかでも良かったんじゃないかなっていう、それかもう、ね、この選手に負けたらもうダメでしょっていう選手を逆に用意するとか、まあ、中堅の中の下の方みたいな村本雄太郎選手とかでも良かったのかなっていう、まあ、今回逆に勝っても負けても美いしい、いい試合しちゃえば美味しい相手っていうのが、なんかすごいちょっと ちょっとね、嫌なんだ、嫌なんですよね。まあ、今回、しかもね、伊藤祐希選手、もうあんまりね、こう、乗り気、まあ乗り気だとは思うんですよ。超雷神出るから、乗り気だとは思うんですけど、対戦相手が広谷選手なんで、あんまりメリットがないですよね。これに勝ってから継続参戦できますっていうよりかは、もう継続参戦してるし、伊藤選手。まあ、だから今回、本当にテーマにかけるというか、もう、 虚無ない試合になってるんですよね今この試合始まる前からしたら。まあ、だから、こう、試合で価値を作るしかない状態になってる。だから、結構お互い、まあ、ヒロ選手サイドは追い込まれてるんじゃないかなっていう、プレッシャーもかなり逆にあるんじゃないかなって思っちゃったりね、しますけど。まあ、だからね、本当にこの試合における価値って考えると、ほぼないんじゃないかなっていうところと、ヒロヤ選手の対戦相手、もっといろいろ 逆にいろんな意味できつい相手でもよかったんじゃないっていうところはありますねまあでもこういうまあ口悪いよゴミみたいなカードって蓋開けたらいい試合だしたりするんですよね、まあ、だからその辺もちょっとねまあ気にしながらまあいい意味でも悪い意味でもね楽しんでいこうかなっていうところですねまあ平選手の試合ってねディープとのディープの試合とか何個か見るけど なんか、その見た目的なフィジカルはあるんですけど、なんか打撃の才能、才能っていうか、こう、意識を刈り取る力っていうのもあんまりないし、組み力もなんか、小手先の技ばっかりでもっとこう、基礎をやれよっていうような動きが多かったりとか、 するんで、すよねであと、マウント取った時の動きも、フライ級にしてはかなり遅かったり、なんかバンタム級、なんかフェザー級の、とろいやつみたいな動きするんですよね。フライ級のスピードじゃないんだよな、平田選手。だから、その辺含めて、今回、フライ級の中でも意識刈り取る、なんかバンタム級でも意識刈り取れるぐらいのパンチ力持ってる伊藤選手だし、スピードも全然物が違うし、 あと、組み疲れた時の対応力とかも、まあ、アーセン選手はね、ポテンシャル高いから結構つけ、つけられちゃいましたけど、福田選手の試合とか見たら結構組みの対応とかもいいし、うーん、まあ試合内容どうなっちゃうんだろうっていうところですよね。まあ、勝敗予想的にもかなり広谷選手、まあ、ゲベフォー的にはかなり低いんじゃないかなって思うし、まあ実際多分、蓋開けてみないとわかんないけど、中白勝てないって、 と思うっていうところがあるんですよねうんだからこう今回はね、まあ、ちょっと見てのをお楽しみにしようかなっていう感じですかね、うんまあ、思うところをねいろいろ話しましたけど、まあ、結論言うとこのカードはいらなかったで広谷選手を出すっていうんだったらもっとこう緊張感あるピリピリとした 対戦相手を組んででしかかっったってところですかね宇田選手だったりとか村本選手だったりとかっていうところとちょっと見てみたかったかなそれが逆に渡辺衆斗選手とかね、まあ、キャッチウェイトで6059キロとかその辺でも見てみたかったなっていうのもありますかねうんまあ、今回ちょっとね長くなっちゃいましたけどこんなところでということでお疲れ様です